はいどうも、旅人 IT ライターサトルです。本日紹介するのはこちら、シャオミのレッドミー 9T でございます。これね、販売価格が、17,000 円ちょっとというね、エントリーモデルで、 MVNO なんかだと MNP で1円とか、100円とか激安価格で売られているモデルです。その割にはね、結構ハイスペックでエントリークラスのスマホのこう要求スペックを2段階ぐらい上げてきちゃったような端末になっております。ちょっと細かく見ていきたいと思います。はい、まずは基本スペックからです。プロセッサーはスナップドラゴンの662、メモリーは 4GB、 ストレージは 64GB、ディスプレイは 6.53 インチで、解像度は 2340×1080 ドットの液晶パネルを採用しております。バッテリー容量は 6000mAh で、 18W の急速充電に対応しております。これね、ローエンドというかエントリークラスで、フル HD プラスに対応してるっていうのは結構画期的というか、文字とかも精細に見えるんで、なかなかいいと思いますよ。カメラは背面がメインプラス超広角プラスマクロプラス深度センサーのクワッド仕様。本体背面素材はポリカーボネートで、ちょっと見はね、金属っぽいんですけども、樹脂になっております。カラーはオーシャングリーン、こちらのオーシャングリーンとカーボングレーの2色展開となっております。はい、ではもうちょっと細かく見ていきましょうか。まず本体右側面にこちら音量ボタンと、あと、指紋認証センサーと一体になった、電源ボタンがあります。この指紋認証センサーはね、結構優秀でして、スリープからの解離は結構早いですね。ハイエンドですごくいいのと比べると、じゃ一瞬ワンテンポ遅れる感じですけど、それでもこれだけ早く認証してくれるんであれば問題ないかなと思います。それと本体底面にはタイプ C があって、本体上部にはイヤホンジャックと、あとここにね、赤外線ポートがあります。懐かしいっていうか、日本のスマホとか携帯にはよく積んでいた赤外線ポートが中華スマホにはまだ残っているっていう感じですね。これ後で説明しますが、赤外線リモコンとしてアプリから使用できます。 SIM スロットは本体左側面上の方にありまして、ピンでギュッと押し出す形のトレー式で、取り出すと3つあって、ナノ SIM が2つにマイクロ SD カードが1枚させます。だからデュアル SIM にした状態でも、マイクロ SD カードが使えるようになってますね。本体のストレージが 64GB しかないので、この3つ同時に使えるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。続いて本体背面なんですが、ちょっとわかるかな、こうアルミじゃないんでヘアラインとは言わないかもしれないですけど、こうヘアラインのようなダラダラした加工がされていて、このレッドミーっていうロゴがきっちりと彫り込まれてる感じ。この辺はね、なんかポップですごい安っぽく感じさせないこの作りはいいかなと思いますね。それからカメラは先ほども説明した通り4眼仕様で、この小さいのがマクロだったかな。で、メインと、超広角と、あと被写界深度を測るセンサーというふうになってます。望遠カメラは搭載してないんですけれども、まあこの価格帯で、4眼というのであれば十分なんじゃないかなと思います。特にね、マクロがついてるんで、料理とか花とか摂写して撮りたいシーンが多い人には結構向いてるかと思います。ただね、手ブレ補正がないので、意外とメインカメラのセンサーとかも優秀なんですが、ちょっとやっぱ手ブレ補正がない分、暗い場所での撮影とか、あと動画ですね、動画の撮影では結構手ブレが、感じられるようになってました。というわけで、レッドミー 9T で撮影した写真と動画の作例をちょっとここから紹介いたします。まずはメインカメラですね。これだけ晴れていればほとんど問題はないかと思います。続いてデジタルの2倍ズーム、
デジタルズームはちょっとピンが来てないかな。これが8倍ズームですね。まあ記録用としては十分使えるかなと。それと超広角になります。それからマクロで撮影した花の写真、さらにちょっと暗めのところでテーブル固定して撮影してみました。これがメインカメラのポートレートで撮影した様子です。これはメインカメラでの夜景撮影ですが、やっぱちょっと手ぶれが気になりますね。続いて動画撮影のテストです。見てもらうと分かる通り、やっぱりちょっと手ぶれが気になるかな。手ぶれ補正がないんで、こう手片手で持って構えて歩きながら動画を撮るとかいった場合にはちょっと厳しいものがあるかな。これを動画で使うんであれば電動ジンバルを使ったりとか、あとまあ三脚で固定して、定点で撮るとか、そういったちょっと工夫が必要かなと思います。発色とかね、その辺は全然問題ないかなと思うんで、まあ、使い方次第といったところでしょうか。インカメラの部分は、こんな感じでティアドロップ型になってます。約800万画素のインカメラになっておりまして、まあポートレートでインカメラで撮影できたりもする感じですね。ベンチマークの計測結果なんですが、アンツツだと161,546点というスコアになっておりました。ネット上だともうちょっといいスコアになっている報告もあるんですが、17,000円台の、まあそれこそ1円100円で手に入れられるレベルのスマートフォンでこれだけのスコアが出ているんであれば、かなり十分使えるんじゃないかなと思います。ただですね、こう画面のスクロールとか、あのタップした後の反応とかはハイエンドと比べると若干もたつく感じですね。ストレスたまるほどのものではないんですが、こうスクロールしてるとき若干突っかかる。特にこうね、ニュース一覧とかのこの画像を読み込みながらスクロールするようなものだと、ちょっと読み込みに、一瞬ラグというか止まってしまう感じが出てしまいます。この辺気になる人はもうワンランク上の、モデルを買った方がいいかなと思いますが、これ別に全然気にならない、十分だよっていう場合には OK かなと思います。はい、ギークベンチ5を2回ほど連続で回した後の温度を測定してみます。カメラの右側の部分が約40度ぐらいですかね。そこから離れていくと38度とか37度に落ちますので、まあ、この辺が一番、カメラの右脇が一番高い感じになっておりまして、40度ちょいというところでしょうか。先ほども説明しましたが、このマイリモートというアプリで赤外線のリモコンとして操作できます。テレビとかをさっき登録したんですけれども、これでこのままテレビのリモコンとして利用できますね。結構いろいろメーカーとかモデルが用意されていて、例えばテレビ一つ取ってみても、まあ人気メーカーとか LG とかあるんですけど、ずら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 っと、まだこれ A でしょ、 B、C、D、すごいいっぱいメーカーが用意されてて、さらにそのメーカーの中でも各ブランドというか、端末デバイスごとのリモ、が用意されてるんで、結構使えるんじゃないか。日本製の、家電だったりとか、ちょっと古めの家電だったりでも使えるんじゃないかなと思います。家の中でね、リモコンどっか行っちゃったっていうこともあるし、割とスマホはずっと手にしてたりするんで、これをリモコン代わりにできると結構便利って思う人多いんじゃないですかね。一つ気になったのはこの FM ラジオっていうアプリなんですけど、この、ね、FM ラジオのねアプリがね、周波数がね87から、108になるはず、108MHz かな、 FM だからなんですけど、これ海外のグローバルのバンドで日本の周波数にはちょっと合ってないんですよね。87以下を使ってることが結構あるので、意外と選曲できないラジオ局があると。
まあ、あの日本がねこの FM の周波数って特殊なんで致し方ないところはあるんだけど、シャオミが本気で日本を取りに来るんであれば、こういう細かいところもきっちりカスタマイズというかローカライズして出してこないと日本のこう消費者の心はつかめないんじゃないかなと思ったりします。まあラジコで聞けばいいんだけどね。バッテリーの充電性能をチェックしてみます。現在本体の方には 68% ぐらいのバッテリー残量があります。計測器を挿してみて、最初は 4.92、まあ、5V、 あ、5V を超えましたね。 5.1819V に対して 2.5A、 3A まではいかないかな、 2.5A ぐらいまで上がる感じですかね。スペックでは 18W の急速充電対応となっているんで、もうちょい出てもいいかなという感じですが、まあでもこんなもんか。以上、17,000 円と低価格ながらスナップドラゴン662という割とミッドローのプロセッサーを搭載して、意外と、まあ、サクサクとまではいかないけれども、問題なく使えるレベルに仕上がっていて、カメラやその他の機能も結構充実しているという端末でございます。本当にね、まあ、スマートフォンそんなに興味ないんだけど、とにかく安くていいものなんか教えてよって言われた時に、おすすめできる端末じゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。